はい、どうもこんにちは。今日はですね、こちらです。ユミディジの A5 Pro、 こちらの方ですね、ずいぶん前に購入したんですが、実は忙しくて開封できなかったので、本日動画の方を撮らせていただいてます。これ実はね、かなり楽しみにしていた端末で、非常に値段が安い、13,777円っていう金額でね、購入の方をさせていただいてます。まあ、とにかく安いのに、なんとトリプルカメラが搭載されているというので、かなり期待をして、今回はレビューをさせてもらいたいなというふうに思います。で、まあ、こちらいつものユニジの箱、こちらの方に入ってますが、後ろの方にスペック表が載ってますよという形になってます。 SOC の方がですね、ヘリオの P23 という形になっています。ちょっとパワーが低めかなというふうにちょっと懸念をしてるんですけどね。 Android が9の Pi ですねっていう形、あとは、RAM が 4GB、 ROM が 32GB、 デュアル SIM、 ナノ SIM ですねっていう形。バッテリーの方がこれまでのパワーとかと少し落ちる形で 4150mAh、 まあでも十分持つんじゃないかなと、まあ、実際に使ってみてね、試してみたいと思います。そして画面の方が 6.3 インチの 2280×1080 ピクセルという形になってます。そして今回の目玉がやっぱりこちらの方ですよね。トリプルカメラ、1600万画素プラス800万画素プラス500万画素のレンズがついてる、カメラがついてる。そして、まあ、フロントと書いてありますが、インカメの方が1600万画素。こちらをちょっと今回も期待して使ってみたいなというふうに思います。ちょっとまあ記事なんかを読むと、トリプルカメラで超広角トリプルカメラ搭載というふうになってましたね。まあ機種によって、まあ、トリプルカメラのカメラの性能というか、まあ機能では違うんだと思うんですけども、まあ超広角と書かれてた、どんな感じやろっていうので、かなり楽しみですね。じゃあ早速ですね、開封していきたいなというふうに思います。はい、ということで、設定ほぼ完了したかなという感じです。ただこれがね、天気のやつが出てこない。まあそれだけちょっと後で見ていきたいなとは思いますけどね。すべて僕が持ってるユミディジ F1 と完全に同期しているような状態まで持ってきてますと。そこでまずは最初ですね、アンツツのベンチマークどうなんやというので、まあ数字出回ってるかもしれませんが、こちらの方で確認をしていきます。じゃあ早速やってみますね。はい、というのでこちらですね、アンツツのベンチマークテストをやっていきたいと思います。ヘリオの P23 ということなので、まあパワーの方がね、ヘリオの P35 っていうことなので、あまり大きくは期待してませんが、とりあえずはテストをやってみたいと思います。じゃあ行くぞ、テストスタートだ。プチッ。はい、ということでアンツツのベンチマーク結果出ました。81,919点という点数ですね。これがですね、以前ユミディジのあのパワーですね、バッテリーが大きいやつ、こちらの方で調べた結果の方が84,235点だったんですね。まあその点数よりちょっと落ちるという形ですね。ユミディジのパワーの方がヘリオの P35 っていうのを使用してまして、こちらがヘリオの P23、まあ、やっぱりだいぶちょっとグッと落ちるんだなっていうのが数字的に見て取れるという感じですね。でさらにはですね、僕が普段使いで、常に使っているサブ機、こちらです、ユミディジの F1、 こちらの方が、ヘリオの P60、 139,402点っていう点数です。っていうので、やっぱりまあね、数字的に全然違うという状況になってます。まあでもパッと見ですね、これ画面もね、こっち側の方が明るいし、やっぱりまあ新しい商品ということで、パワーを使っていった時も僕の使い方では全く問題がなかったんですよね。っていうことは、まあ使っても普段使いでもそんなに、カクカクすることはないんじゃないかなというふうに予想してますが、一回ちょっと使ってみて確認をしていきたいなというふうに思います。はい、というので、この後ですね、ちょっとカメラの性能どうやねんと、
トリプルカメラどうなんていうのを中心にちょっと見ていきたいと思います。はい、ということでカメラの方で写真の方を撮ってきました。そちらの方をちょっと比較していただければなというふうに思ってます。じゃあ早速ですねちょっと見ていきたいなと思いますが、まあいつも通りですね、一番左側をギャラクシーノート9、まあ10万円相当するスマホです。まあ当然画質は綺麗だなという形で見ておいてください。真ん中が F1 ユミディジの F1 です。そして一番右側が今回のユミディジの A5 Pro という形になってます。じゃあまあどんな感じかなというので、まず1枚目がいつも撮っているまあ古墳のところなんですけどね、非常に天気が良かったので映り方どうなんやというので見ておいてもらったらと思うんですが、まあ一番左側は非常に綺麗に撮れてます。まあいつも通りですね、緑が本当に綺麗に撮れますよっていうのがギャラクシーノート、まあ比較対象用に一応使わせてもらってます。で F1 こちらの方もですね、以前やたら赤茶けた色というのかな、赤い色に映ってたんですが、まあ全然そんなことなくなってきてるんですね。めちゃくちゃ綺麗に撮れてますと。で次、一番右側が今回の A5 Pro、 これ昔の F1 の画像みたいになってます。やっぱりね F1 もこんな感じでちょっと赤いのかなっていう形の色味になってたんですけども、ユミディジの最初絶対的にこんな形に撮れちゃいますよね。もしかしたらまたファームウェアの改善などで改善されるのかもしれません。でもまあ綺麗に撮れてるかなというふうに思います。ちょっとね空の色がやっぱり全然違うのでね、ちょっとこの色嫌やな、ちょっと残念やなというふうに感じます。はい、というので次のところがですね、アップにしたらどうなるかというので、毎回やらせてもらってますが、一番左側はギャラクシーノート9ですね。こちらは1200万画素もという形なんですが、まあ、非常に綺麗に撮れてるなと、大きくしてもきっちり見える。で、真ん中が F1 の方も本当に綺麗に1回まで撮れてます。1600万画素という形ですね。まあちょっと明暗がはっきりくっきりついているっていうのが特徴的かなと思います。そして一番右側、これかなり残念なことになりましたが、 A5 Pro こちらの方ですね、ぼやけちゃってるんですよね。もしかすると僕の撮り方が悪いのかもしれない。ちょっとまあ全体的にやっぱり赤みがあるねっていうのがちょっと比べるとはっきりわかるなという感じですね。というのでアップにするとこのような形です。はい、そして一番右側なんですが、今回 A5 Pro の方ではトリプルレンズっていう形でですね、超広角っていうのが撮れるよっていうのがありましたので、そちらの方で同じ風景を撮ってみました。そうするとですね、先ほどと打って変わって非常に自然な色合い、この左2つと見比べても非常に自然な色合いに出てきていると。これどういうことやねんっていう感じなんですけどね、普通に撮ると赤っぽく撮るんだけども、広角で撮ると綺麗に撮れるという、なんかおかしな現象が起こってます。まあとりあえずはね、ファームウェアの改善でなんとかなるんかなというふうには思うんですが、まあでも、同じ場所から撮ってるんですけど、やっぱりちょっとグッと広がって撮れると。まあ縦で撮ったのがちょっと失敗かなとも思いますし、もっと広角をうまく使った撮り方っていうのがあるんかもしれません。ちょっとその辺ね、僕よくわからないまま撮ってますので、一応参考までに見ていただいたらと思います。はい、というのでこちらの方が近くに花が咲いてましたので、サルスベリの花を撮りました。というので、左側がギャラクシーノート9、まあ、綺麗に撮れてますね。はい、真ん中 F1、 これねちょっとピントがなかなか合わせづらいんですよね。結局ピントずれてしまいました。まあ参考までにね見といてもらったらと。後ろ側にどうしてもピントが合っちゃうっていうので、なかなかうまく撮れませんでした。ちょっと残念なのが一番右側ですね。ちょっとA5 Pro 赤ちゃけてるよねーっていう感じですね。これすごくくっきり分かりますよね。っていうのでちょっとこの辺改善してほしいなーっていう感じですね。このままではちょっと写真あんまり撮りたくないなーみたいな感じになっちゃうんでね、今の現状ではこんな写真になっちゃうよということです。はい、というので次が背景ぼかしです。背景ぼかしですね、一番左からギャラクシーノート9、やっぱり綺麗に撮れるんですよね、こちらの方はね。っていうので、まあ、参考まで見ておいてもらって、真ん中 F1、 これ結構綺麗に今回撮れたなというふうに思いますね。なかなか背景ぼかしがユミディジの商品うまく撮れなかったんですけども、
今回非常に綺麗に撮れたかなというふうに思います。ちょっとね周りがもやもやっとしてる部分はあるんですが、割と背景ぼかしの方も機能しっかりしてるというような状況です。一番右か、やはりちょっとやっぱり赤いですよね。これが自分で調整しないといけないのかな。今までしたことありませんけども、普通で撮ってこのような状況です。でもまあ背景ぼかしは機能としてきっちりできてきてるという状況ですね。っていうのが見て取れるかなという状況です。背景ぼかし、なかなかユミディジもできるようになってきたなというふうに今回は感じました。はい、そして3つ目です。これは暗いところでの写真どうやという形ですね。一番左側がギャラクシーノート9。綺麗に撮れてます。本当に綺麗に撮れましたね。めちゃくっきり撮れてるやんっていう感じなんですが、真ん中 F1 です。 F1 の方もかなり明るく撮れているという状況ですね。ちょっとねやっぱりまあアップにするとぼやけるのかなと思いました。そして一番右か、これね真緑じゃないかっていう感じなんですが、実は何回撮っても暗いところでの写真が緑色に変わっちゃうんです。これちょっと5回ぐらい試したんですけどね、全部このような状況になるんですね。あ、ちょっと今回は暗いところでの写真が撮れなかった、こんな感じになっちゃうという感じですね。ちょっと何か問題があるのかもしれません。そして、人物ですね。今回も目線入れるのめんどくさくても入れてませんが、まあ僕の写真ですいません。一番左側は割とギャラクシーノートはやっぱりね綺麗に撮れるなと思いますね。人物も本当に美しく撮ってくれる感じです。で、真ん中が F1、 F1 の方もまあ本当にくっきり撮れてるなというのが正直な印象。ちょっと赤いですよね。なんかユミディジの商品ちょっとやっぱり写真赤くなる時があるかな。一番右側が A5 Pro、 こちらの方も本当に人物自分を撮っただけですけども綺麗に撮れてるなという印象です。人を撮るのについてはあんまり変な感じはなかったなというのが今回の感想ですね。そして最後にですね、ビューティーっていうボタンがついてたんですね。このビューティーっていうボタンを押して自分の写真を撮りましたっていうのが、今回 A5 Pro のビューティー、こんな感じで撮れるよっていうのをね見といてください。肌が白く映るよっていうのと、あとは目が少し大きめになった、気持ち悪いで、顔がなぜか長くなりましたっていうか、シャープに見せようとしてるんでしょうね。ちょっとなんか馬みたいな顔になって馬違うギャマみたいな顔になってしまいましたね。まあ何でもいいんですけど、まあ僕には使わない機能なんですが、多分まあ女性の方とかねこんなんで撮ると面白いなという形なのかもしれません。はい、ってのでちょっといろいろ見てきたんですが、カメラの機能がね僕はやっぱり一番気になっているところなので、まあそこ中心になってくるかなと思います。ちょっとカメラの方はね現段階ではちょっと赤い感じ、これなんとかしてほしいなというところですね。今後のファームウェアの改善とかですね、アップデートで改善、まあ、されていくだろうと期待しています。そしてトリプルカメラ広角の機能というのがちょっといまいち使い方がよく分かってないところもあるんですが、今後ちょっとガンガン使ってみたいなというふうに考えています。まあ非常に価格が 13,777円という形で安いっていうので、非常に面白いスマホやなというふうに感じています。僕の使い方やったら十分使えるスマホではないかなというふうに言ってるんですが、ちょっとね残念なのがマイクロ USB なんですよ。 USB-C ではないので、そこがちょっと嫌やなーっていうところですね。そこでちょっとやっぱりコストダウンを図ってるのかなというふうに思います。まあ今後どんどん使っていってですね、またご報告できればというふうに思ってます。というので今日はどうもありがとうございました。